好きな道を極めたければ自分の信念にかけてみることです。寿司丸福の伊佐山豊です。妻のまどかです。自分は独立するっていう夢があったので、24年かけていろんな人の仕事を見てきて、で今のスタイルにたどり着いてる。勤めてる時は生活は安定してるんですけども、寿司職人として自分の思いを伝えるのはもう独立しないと伝わらないと思った。妻に大反対されました。まあ、10年言い続けてやっとやらせてもらうことになりました。僕だけの夢が2人の夢になっています。お店のことをもっとお客様に知ってもらいたくて Google を始めました。丸福西荻窪と検索すると簡単にお店を見つけられたり、ご予約のお電話をかけることができます。お客様の中にはお目当てのネタの写真をアップするとすぐに飛んできてくれる方も多いです。つながっている感じが嬉しいです。お客様を喜ばせる、それが至福の時間です。美味しいお寿司とお酒でお待ちしています。